お疲れ様でした、カエルさん。チームを組んでの課題ミッション、大丈夫ですか？ああ、しかし、さすがに慣れが必要だな。そうですね。複数の OKE を連携させようとなると大変ですし。でも、習得のコツはこれまでと同じですよ。いつか言ったみたいに、最終目標をしっかり定めて、そこにどうやって到達するかを考えるんです。ああさせたい、こうさせたいとか、変に小さな目標にこだわってちゃダメですよ。わかった、忘れないでおくよ。チリン、もう少し付き合ってくれないか。きちんと復習しておきたい。はい、いいですよ。今日はいつもより早く終わりましたから。まだ夕ご飯までには時間がありますし。今日は何がいいですか、カエルさん。リクエストってあります？もちろん台湾料理以外でも OK ですよ。あ、西洋料理はちょっと苦手ですけど。いや、何でもいいさ、作ってもらえるなら。そういうのって実は一番困るんですってば。そうか。これもプログラムと一緒です。目的がはっきりしていればいろいろ努力もできますけど、それがわからないと途方に暮れちゃいますよ。そうだな。ああ、その通りだ。こうしたらもっと美味しくなるかな、こうしたらもっと喜んでもらえるかな、とかいろいろ考えて作るんですけど、辛党か甘党かもわからないと、そもそもどっちを向いたらいいのかもわかりません。レシピ通りに作るのは確かに簡単ですけど、それだけじゃ自動調理器と同じで、わざわざ人間が作る意味はあんまりないですし。そういうものか。そういうものです。料理は愛情って言うでしょ。な、ああ、あ、いえ、これはその一般論で、その我が子を育てるように注意を払いなさいとか、そういう、その。分かってるよ。けれど本当に特に食べたいものが思いつかないんだ。え、そうなんですか。私なんかいっぱいあるのにな。すまないが、夕食の献立を考えるのは少し後回しにできないか。実は射撃プログラムで少し行き詰まってるところがあるんだが。あ、はい、わからないことがあればどんどん聞いてくださいね。ん？カエルさん？いや、なんでもないよ。さあ、レクチャーを。どうしたんですか？カエルさん、ちょっと失礼します。すごい熱。カエルさん、具合悪かったんですか？平気だ、これくらい。レクチャーを続けよう。何言ってるんですか。そんなのできるわけないじゃないですか。微熱とかそういうレベルじゃないですよ、これ。どうして黙ってたんですか、カエルさん。パルティータ、パルティータ、ちょっと来て。はい、ここに。いかがいたしました、チーリン様。いかがも何も、パルティータはカイルさんの専属介護ドロイドでしょ。具合が悪いの気づかなかったの？カイル様の体温が平時より 0.7 度高いことは、私が今朝の時点で指摘させていただきました。え、じゃあ知ってて。カイル様は構うなとのご命令でしたので、私は生命維持に問題のあるレベルに達しない限りは命令に反することはできません。そうだ、これくらい少し熱っぽい程度だ。なんともない。そんなはずないです。緊急スキャンを行いました。カイル様の体温は現在平時より 1.6 度高く、
38.2度にまで上昇しております。それ十分病院に行くレベルですよ。水分はちゃんと取っている、問題ないさ。そういえば確かにカイルさん、今日はよく紅茶のおかわりを。それに食べたいものがないって、それ食欲が落ちてるからです。レクチャーだジリー、まだ俺はやれる、休むのは後でもできるさ。無茶です。ダメですよカエルさん、無理したら悪化するばっかりです。実際今朝よりも熱が上がってるんでしょ。前にも注意しましたよね。どうして？チーリン様、カイル様はレクチャーを続けられることを望んでおられます。パルティータまでそんなこと。申し訳ありません、私はカイル様のご命令に逆らうことはできません。ですが、え？ドロイドの私にはできなくとも、人間のチーリン様ならば可能です。パルティータ。カイル様のこと、よろしくお願いいたします。パルティータ、あなた、は、わかったわ、パルティータ。私が、何とかします。カイルさん、今日のレクチャーは終了です。復習は後日、追加データを送っておきますから、それを参考にしてください。でも、今日はこのまま寝てください。いい？おい、申し訳ございません、チーリン様。カイルさんの命令は病気のことについて構うなよね。はい。じゃあカイルさんの命令に反しない範囲内で私の命令を聞くことはできるよね。はい、もちろんです。まずそこの扉開いて、それからカイルさんの部屋の扉を開けておいて、あとは、あ、私、喉が渇いたから、お水と氷が欲しいな。了解しました。ジーリー、おい、パルティータ、彼女を止めるんだ。それはできません、ご主人様。なんだと？チーリン様のパーソナルデータは、警戒対象の登録から外されております。チーリン様のご命令に関しても可能な限り従うようにと、料理をお手伝いする際に設定されています。故にご主人様のご命令に反しない範囲内で、私はチーリン様のご命令に従う義務があり、またチーリン様の行動を阻害することもできません。所有者権限だ、シューチーリンの登録を変更しろ。特定個人に対する警戒レベルを変更する場合には12桁の暗証番号が必要です。もういい、チーリー、いいから戻るんだ、レクチャーを続けたい、チーリー。ダメですよカイルさん、困らせないでください。俺は雇い主だぞ、雇い主が構わずやれと言ってるんだ。だったら私は先生です。先生の言うことには従ってくださいよ。何も泣かなくてもいいだろう。だって普段は先生と呼ぶななどと言っておいて。カイルさんが悪いんですよ。とにかく休んでください、カイルさん。パルティータ、寝室ってこっちだった？はい、扉をお開けします。こちらへどうぞ、チーリン様。ありがとう。